ードテックインテンシティ、スピードテックインテンシティ。お仕事始められて何ヶ月ぐらいですか？今は4ヶ月、2月から働き始めたんで、4ヶ月ぐらい、やっと慣れてきたと思います。少し、まあ、最初ほんとバタバタしてて、ちょっと余裕が出てきて、でも仕事ができるからいろいろ頼まれるようになって、また今めちゃくちゃ忙しいっていう、まあいい循環で来てるかなってところです。変な質問ですけど、サッカー選手とは全然違う職業ですもんね。そうですね。もう基本的にずっとオフィスでパソコンと、あと商談も基本的にウェブが多いんで、体動かさなすぎてちょっと、たまに動かしたくなる。そう、一人でオフィスでなんかちょっとこんなそんな感じ。あとでもうちょっと聞けたらとは思うんですけど、そのサッカー選手と今の仕事って、内容は全然違うと思うんですけど、通ずるところとか、なんかこういうところはサッカーやってたから、すぐ、活躍できたなとかってありますか？やっぱり、なんだろう。まあ、自分の強さとしてメンタルの強さだったり、動じないところを、あとは失敗を恐れないというか、失敗を生かして成長するっていう、まあ、サッカーはやっぱりその繰り返しだったと思うんです。今思ってもそうだと思うんですけど、それは、まあ、なんだろう、サラリーマンとして今働いてる、今も、生かせてるなとは感じます。それは周りの方にも言っていただけて、まあ、やっぱりどうしても初めて新入社員の方とかだと失敗を恐れてなかなか進めないっていう方もいるの話は聞いたんですけど、まあ、とりあえずやってみてダメでもまたこれがダメだったから次はこうしたらいいんだっていうのが染みついてるというか、多分やってダメで改善して進んでっていう、多分そのスピードは一番活かせてるんじゃないかなと思います、うん、日々の練習もそうですし、特にまあ世代別代表とかプロとか、そういう舞台でトライアンドエラーしてたら、まあ、ちょっと経験値というか増えますよね。そうですね、別に何だろう、まあ、失敗というか最初できないのは当たり前っていうスタンスでやってきたんで、できないからまあやってたらできるようになるっていう感覚もありますし、自分の感覚的にまあ何でもやったらできるなっていう感覚があるんで、それは大事かなと思います。サッカー以外でもそれがこう、共通してやれるっていうのはすごいいいことっていうか強みですよね。そうですね。サッカーもそうです。昔から僕勉強もあんまり嫌いじゃなくて、勉強もなんかやればやるだけできるようになるみたいなところはあったんで、そこは強みかもしれないです。確かにヒデ君のプレーはなんかこう、ひょうひょうとしてるというか、あんまり動じないイメージもあるので、確かにお話を伺って、そうなんだって思いました。それだけまたサッカーの方に戻ってくると、一緒にプレーして、こいつすごいなって思った選手、まあチームメイトでも対戦相手でもいたと思うんですけど、振り返るとどんな選手か印象の方で。まあやっぱり僕がボランチだったのもあるんで、どうしてもボランチの選手、が頭に浮かんでくるんですけど、高校生の時に本当に衝撃を受けたのは、その当時青森山田にいた柴崎学園選手。僕が1年生で、柴崎選手が3年生で対戦したんですけど、まあちょっとこの人にはかなわねえというか、その高校生の時に受けたことのない衝撃っていうのはめちゃくちゃ覚えてますね。すべてがハイクオリティというか、あんなパスが出せるようにというか、どこ見れるんだみたいなのを試合してて一番感じたのが柴崎選手。で、プロになってからだと、その当時マリノスにいた中村俊輔選手は、またそれを超えてくる衝撃だったというか、もう何しても叶わないというか、距離詰めたらキックフェイントでかわされる。詰めないともうあの左足でどこへでも好きにパスを出されるっていう。もうボランチとして完敗というか、なんか手が出ないなっていう、やっぱすげえなって思いました。世界で戦う、パリ日本のトップレベルの選手たちとやると、まあそういう、こう、叶わないなってなりつつ、まあ同じ舞台でやるわけですもんね。はい。そうですね。まあやっぱり試合なんで叶わないなって思って、もうやっぱりやりますし、そこから何がダメだったか、まあさっきも話しましたけど、それをまあ改善して、
どうそこに近づけるかっていうのは日々意識してました。うん。で、こうプロ入りしてからの目標というか、なんかどういうところに自分の目標を、それが数年先とかなのか、うん、大きなこうビジョンなのか、どういうところを目指してプロ生活は送ってたんですか？僕、正直言うと、あまり目標設定をしないタイプで、うん、まあ、皆さん、やっぱり目標を決めてそこに向かっていくっていうのは、まあいいとは思うんですけど、僕はあんまり、それが自分の中では合わなかったというか、うん、あまり目標設定をせずに、なんか大きな目標というよりは、1日の目標を立てて、それをクリアして、クリアして、という繰り返しですね。その日に、昨日より良くなってる、少しでも良くなってるのの繰り返しで、この日のベストを出す。その結果は、運よく次につながるっていうのの繰り返しで、ここまで来れたなと思ってるんで、プロになってからも、まあ、もちろん日本代表に入りたいという、まあ、大きな目標とかはありますけど、ありましたけど、そのためにというよりは、日々自分のできることを考えて、そのためにやってきたという感じです。だからあんまり、うん、なんだろう、他の人とそこは違うのかもしれない。それがいいのかわかんないですけど、うん、もう悪いのかもしれないし、まあ、ただ自分はそういう性格というか、うん、今までそうやってきたんで、まあ今の会社でもそれは変わってないというか、うん、今何ができるか、ということにこう考えてやってます。うん、まあそれはもう人それぞれなのかな。確かに。自分のやり方があるっていうのが一番大事なのかなって、うん。途中からローンを繰り返して、愛媛と、うん、はい、繰り返して愛媛と甲府。うん、ローンは愛媛だけでしたっけ？いや、最初 FC 岐阜にも、はい、1年行って、そこから愛媛に2年間、ローンは3年間ですね。うん、ローンの期間は、こう、FC 東京から離れて、ご自身の中ではどんな時間になりました？まあ、やっぱり FC 東京にいた4年間は、レベル高い4年間で、まあ、ただ、試合にはなかなか絡めないという、もどかしい時期で、ローンに出た3年間というのは、やっぱり試合にもある程度絡めましたし、うん、チームの、まあ、スタメンとして出る機会っていうのが増えた3年間だったんで、これやっぱりサッカー選手としてより成長できたなというか、プロとして、まあ、やはりその4年間っていうのはなかなか試合に出れなかったんで、うん、試合出る中で、やっぱり必要な何をしなきゃいけないっていうのが、やっぱりどうしても練習だけだと見えない部分っていうのがたくさんあるんで、そういう公式の舞台に立てる機会が増えたんで、もちろん FC 東京でそれができるのがベストだったんですけど、そのローンでできた3年間っていうのは非常に大きかったです。うん、結果的に引退することになったその甲府に移籍してからはどうだったんですか？甲府はもう完全移籍で、FC 東京にやっぱり戻りたい思いはありましたけど、愛媛の、まあ、活躍だったりっていうのがやっぱりこの FC 東京ね、なんだ、届かなかったというか、それがまあ僕のその時の実力だったんで、甲府でもスタメンである程度試合に出れて、ローンとはやっぱりまたちょっと感覚が違うというか、うん、ローン移籍の時はやっぱりどうしても FC 東京が頭の中にあるというか、うん、いつか戻りたいと思いながらプレーしてたんですけど、甲府の時はもう甲府のためにこのチームをで J1 に行くっていう、やっぱより強い思いはありました。うん、に関しては最後の質問だと思うんですけど、これ FC 東京でやっぱり生まれ育って思いっていうところもありましたけど、はい、秀君にとってはどんな、今どんなクラブになってますか？まあやっぱり中学高校そしてプロ4年間10年間も FC 東京にいたんで、どうしても思い入れはありますし、今でももちろん応援してるし、試合も結果もずっと見てますし、まあいつかなんだろうな、やっぱり FC 東京とサッカー以外の形でもなんかどうにか関われたらなっていう思いが今はありますね。うん、思い入れがあるクラブですし、うん、仕事としてもなんか関われたらいいなと思ってます。うん、まあもっと強くなってほしいですよ。そうですね。FC 東京がリーグ優勝する瞬間をファンとしてというか、でか、はい、見たいですね。そうですね。はい。さっき遠い目標は置かないタイプとお聞きした後なんですけど、うん、はい、今お仕事こう始まっていて、はい、4ヶ月ですか、はい、が終わって、
っとこう引退した直後とはまた見えてる景色とかが変わってきてると思うんですけど、うんうんうん、ちょっとこう先を見据えるとなんかこんなことをしてみたいとか、うん、こんな風になりたいとか、はい、チャレンジしてみたいとかって出てきてたりするんですか？まあ、引退した直後は本当にもう何もわからない状態で、社会ってなんだろうっていう状態からまず働いてみようっていう思いで今の会社に入って、少しあ、こうやって社会動いてるんだっていうとか、あ、こうやって企業と企業が関わってるんだっていう思いっていうのも知ることができて、また今自分が何をしたい、今後何をしたいのかたまに考えるんですけど、うん、まだなかなか見つかってないというか、うんうん、まあ、今は、まあ、まだそのフェーズじゃないなと思っていて、今法人営業をしてるんで、そこでもっと成果を出す、それを出してからその先に何ができるのかっていうのが見えてくるんじゃないのかなと思ってます、うん、たまにやっぱり今後まあどうしたいんだろうって考える時はあるんですけど、今はそのまだ今後についてたまに見えてるという感じです。いいタイミングで、大工さんが。あ、いいですよ、全然。大丈夫。すいません。今、どんな話したっけ？どんな話？最初の新党の、その、あ、まあ、来て、どうだったのかっていうところ、あんまり伝わってないので、そこを10分ぐらいお話しさせていただいて、で、なんかこう、サッカー始めたきっかけから、まあ、育成年代、ローンも経験して、で、最後引退されて、これからぐらいまでは聞いた。なるほど、はい。あと、なんかこう、僕がすごい、良いなと思ったのは、今会社に入って、サッカーと通ずるところとか、通用すると思うところっていう話をされてて、もしよければいいな。大輝さんに改めて、なんかこんなことかなって思ってるっていう、なんか多分大輝さんも、ね、そのことが興味あったりするそうですね。そうですね。なんだろう。もう、トライ&エラーとか、やっぱりサッカー繰り返してる中で、どうやったら成長できるかっていうと、もうできることを繰り返して失敗して、うん、そのために何が必要かってずっと考えてやってきたんで、うん、そこは今も会社でやっぱり最初なんてもうまずパソコンもできない、うん、でまずそのために何が必要かって、うん、でやり出してできるようになる、で次じゃあ営業のために何が必要なのかって考え、うん、最初やっぱできない恥かく、めちゃくちゃ恥かいて、うわ俺そんなことも答えらんないそんなこともできないのかって、やっぱりすごいなんか恥ずかしいというか悲しくなって、でそのために悔しいからいろいろ勉強して、で次のまた新しい商談に臨んでできるようになる、その繰り返しのサイクルっていうのは、まあサッカーやってたんで、その悔しい気持ちを力に変えるっていうのは生きてるのかなという話はしました、うん、素晴らしい確かにヒデはこう自分が成長することに対してさ、うん、すごい価値観じゃないけど、うん、それ大事にしてるところあったから、うん、それがこうその、ね、トライアンドエラーの中で感じれてるっていうのはすごいさすがだなと思うし、なんかそう思う、そういうなんだろう価値観があるから正直どこ行っても大丈夫だろうなって勝手にそうですね、まあもうなんかなんだろう、結構あんま深く考え込まないタイプなんで、なんでも、まあ、でも失礼ながらあんまりそういうイメージがなかったので、うんうんうん、こうすごいスマートにプレーされるし、うんうんうん、こうエリートのようなイメージもあるし、うんうん、だからなんかその話を聞いてすごいなって思いました。多分あんまり周りにはそうまあ知られてないというか、やっぱ、うん、結構うちに秘めて悔しい思いを、うんうん、多分悔しいなって感じるタイプなんで、うんうん、悔しいとあんま表情とか感情には出さないんですけど、うんうん、悔しいって思うとそのために何が必要なんだろうって、うんうん、一人で考えて一人で行動に移すっていう、うんうん、タイプです、うん、アスリートの、ね、時にやっぱそれを考えてアクションしてたから、うん、多分自然とこうね身についてるし、自分が頑張ればクリアできるじゃん。ああ、そうですね。はい。それやってる時の方が自分が頑張っても、どうにもなんないことをね。悔しかった瞬間ってなんかあるんですか？ここ、プロ中とか、マイクセンターでも悔しかったな、みたいな瞬間って。まあ、やっぱ FC 東京行った時の常に悔しかったというか、やっぱり試合に出たいけど出れない。うん、調子いいって思っても出れない時もやっぱりありましたし、うんうん、まあ、やっぱ調子いい時ってずっと続かないんで、うん、それずっと続けなきゃいけないんですけど、まあそのやっぱ落ちた時にどうしても評価が下がってしまうっていうのが難しいというか悔しさはありましたね。調子良くても出れないっていう悔しさはありました。うん。まあそれはもうプロの世界なんでしょうがないんですけど、まあそこにはやっぱ悔しさは感じてましたね。
ヒデは調子悪くても、ある一定のこうパフォーマンスを発揮する力というか能力はすごい、すごいなって思ってた。うん、いるじゃない、こう、波がさ、いい時すごいことじゃない。なんかそこはこう、すごい少ない選手だったと思うから、使う方からすると計算できて、信頼できるなって思った。うん、思ってこう、第三者的に。うん、そうするとね、社会人でも、ヒデだったらっていう、なんかこう、信頼とか。まあ、ね、そうですね、うん。やっぱできるようになると任せてもらうと仕事も増えてきて、それはありがたいなと思いました。確かに。会社員だと試合出れないってことないですもんね。確かに。かに舞台はね、こう、そうそう練習だけで終わるってことないですもんね。与えられるもん。嫌でも与えられる。確かに。練習して、別に、そう、調子良くなくても試合出れますからね。調子悪くても行けって言われる、ね。そうですね。もう最初なんて、こんな状態でも試合出ていいのっていう感じでしたの。大輝さんに一個だけ聞いてみたかったんですけど、うん、そのヒデ君がさっき育成年代からのお話聞いたときに、うん、ご自身ではあんまりこう、確信はないんですけど、うん、勝負時に、こう、いいパフォーマンスが出たり、うん、運よくそのピークが持ってこれたりっていうのがあって、うん、結構ステージを上がってこれたり、うん、代表入れたり、うん、キャンプでパフォーマンスが良かったりっていうのがあったっておっしゃってたんですけど、うん、ヒデ君はこう、認識してないけど、周りから見るとこういうことの積み重ねで、そういうピーキングができたんじゃないかとかってある気がしてて、外から見てると、上からすると、ちょうどピーク持ってこれていいパフォーマンスだったかもしれないけど、こっちからすると、日々やっぱ積み上げられてる選手と、そうじゃない選手って、やっぱりこう、わかるので、なんかこう必然的に、例えば、ここぞっていう時にこいつに託せるとか、なんかそこの、ヒデだったら大丈夫だろう、やってくれるだろうみたいなところは、外から見てるとやっぱりか、なんだろう、そう思えだから、うん、確かに試合でね、レギュラーの選手が怪我しちゃったり、累積になったり、まあいろいろね、あった時にこう、ヒデ出て、いいパフォーマンスしたい試合もいくつか覚えてるし、そういうのはなんか、うん、やっぱ準備してきたものが、そのままこう、出るよね。だってさ、準備してないやつというかさ、その、いざ自分の番が来た時にだけ、その一週間だけ、ここだけ頑張ろう、そこだけいい準備しようと思っても、やっぱそれはね、ずっとこういつ来てもいいように準備してる選手と、やっぱ差はピッチに出ると思う。うん、でも準備だよ、準備が。そうですね、なんでも。継続して準備をしっかりやれるかどうか、うん、とは思います。そうなのかもしれない。そう、でもそう、僕はなんか振り返るともう全部が、うん、わ今まで運が良かったなって感じです、うんうんうん、なんかその節目節目で、うん、なんか運良くというか調子良く、うん、っていうのでなんかステップアップしてくるかな、うん、負荷が入るとタイミングもそうだし、確かに、そこでね、そこでダメだと、もうね、多分もう全てが。もう半年出番来ないとか、普通にあるじゃん。そうそうそう、はい、3ヶ月来ないとか。そう。で、次、多分でっかい商談とかが来たらですね。そうですね、そう。でも今もそう、もう、なんだろう、今でも運よくなんかでっかい案件とか、ポンって取れたりして、なんか持ってるな。持ってるな。でも、そういう、ちょっとこう、ここぞっていう時に、自分はなんかこう、運良くみたいなさ、言ってるけどさ。ってことは、そんなにこう、そこに対して緊張とかさ、感じたりはあんましないタイプ？いや、どうなんですかね。緊張しないことはないけど、緊張はするもんだって思ってるから、あんまり意識しないというか、それが正常だって思ってあんまり意識しない。あ、緊張してる。まあそうか、ぐらい、うんうんうん。緊張してる、やばいとは思わないし、ね、うんうん、それが正常なのかな、うん、っていう感じ。それはなかなかできないですね。だから平然とプレイできてたのかもしれない。うん、
涼しい顔してプレーしてたもんな。ああいう選手になりたかったっすでも本当になんかここぞって時の悔しさとか試合後のこう表情とかから感じることも多々あったから、そうですね。でも僕はもう今こうやって終わってからも遠山さんとか、うん、会えるのが嬉しいですね、うん、関係性が続いて、なんかもっとこういうねコミュニティがたくさんあるといろいろつながって、そこから仕事とかも広がっていくんだろうなってすごい思うよね。はい、うん、さっきお話したんですけど、現役中ってやっぱサッカー以外のこと全然考えないんですけど、うんうんうん、今こうやって仕事始めると、うん、サッカー業界についてもっと知りたいと思いますし、そう、いろんなことを考えるようになりました、うん、いろんな人のいろんな話聞きたいし、うん、今までは本当に興味なかったんですけど、うん、自分がスタイルバーになるかもしれません、うん、どうして慣れるかな、慣れる大輝さん、あの引退直後、うんうん、まあ、直前直後ぐらいの日で、うんうん、多分見られてたと思うんですけど、うん、今のこうなんか雰囲気とか、うんうん、表情とかってその時と全然違いますか？うん、ああ、そうだね。なんか、あの、引退決めてから連絡もらって会った時も、なんか引退決めたことの、そこの決断に対しては結構スッキリしてる印象だったんで、うんうん、あの、表情としてはそんなになんかその時もこう、曇った感じはしてないし、あの、スッキリしてるような印象だったけど、でも今改めてこう会って話を聞くと、楽しく仕事してるんだろうなっていうのはなんか感じるかな。でもなんかその時の様子と今の様子と比べても、やっぱヒデはヒデだなっていう感じで。多分そこは変わんないと思います。なんかこう、大きい波がなく。そうですね、多分。そんな喜怒哀楽ないタイプなんで、うん、いいのか悪いのか、うちに秘めながら、でもそれをこう、しっかり一個ずつステップアップしていく、こなしていく人なんだなっていう、改めて、すごいなって、すごいな思います。いや、うん、社会人4ヶ月でこうなってるわけですから、ね、ちょっと末恐ろしいですよね、僕らからするとというか。こういう人さ、絶対どこの会社も入ってきてほしいと思うよ。確かに。まあ、会社のサッカー好きなの結構、今もフットサルたまに一緒にやったり、役員の方とか、とサッカーやってくださりだったり。重宝されるじゃん。パス出してくれるし、むやみにシュート打たなそうだし、ヒデ君な。うん、そう、それはちょっとは、社内のいい関係性を気づいたわ。うん。サッカーってコミュニケーションツールになりますね。チームだな。なかなか、新入社員が役員とか、うん、そういうレベルの人と仲良くなるって難しいかなと思うけど、フットサルで結構仲良くなる。商談とか行っても、うん、やっぱ何かの話の流れでそういう話になると結構やっぱ食いついてくれるんで、うん、話のネタになるし、進みやすいの話が、スリットの人とかね、もう自分が、ね、セカンドキャリア行く時スキルも持ってないです、よく心配になるけど、今の家の話聞くとやっぱやってたことだけでもね、うん、その商談の時にその話できるだけでもさ、つかみ OK じゃん。そう、ね、俺だけはない強いじゃん、ね、なんかそこをぐいぐい押しすぎるとちょっとなんか嫌な感じになりますけど、なんかそう、うまく話の流れで、あ、この人ならって時にポンって出すと、なんかスムーズに親しみ持ってもらえるっていう、それを感じました。このタイミングで、この速さの、この強さのパスタみたいな。確かに。食いついて、ちょっと裏で、あ、食いついて、やらしく、やらしく考えてる。ヒデ君なら30センチ単位ぐらい。遊びのパスに食いついた。確かに、それはちょっと、あるか。じゃあ一旦、こいつは切ろうと思います、ね、はいはい。あの、ヒデ君、大輝さんもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、いつか、なんだろうな。やっぱり FC 東京とサッカー以外の形でも、どうにか関われたらなっていう思いが、
今はありますね。うん、